サイチタンは台湾人でナエグリの出身。1928年4月、彼は皇室の文書整理係として日本に渡り皇室の書庫の整理作業に従事する。その際に東方会議の記録文書を発見し、極秘裏にメモを取る。これが後に、いわゆる田中上層文と呼ばれるものとなる。この文書には日本の世界征服の野心が述べられており、 その手始めに中国を征服するためには満州を征服することが必須であるとしていた。そして数回に分けて中国の東北部を返還するとともに、長学寮の外交秘書である大ケミキに東北部の統治を任せ、その後、長学寮の考えに基づく国民政府にそれを譲る。その上で、 南京と北京との統一を観光物の上で公示するという日本政府による初期の中国征服計画が書かれていたとされる。田中上層文の存在は1929年12月南京で発行されていた月刊誌時事月報に中国文で田中義和へひすめの総称として発表されたことで一般に知れ渡る。また日本政府もそれ以前に 中国において、そのような文書が出回っていることは把握していた。しかしながら、当時の会議に死んだはずの山形有友が参加していることになっているなど、田中上総文には、日本の政府関係者が書いたとは思えないような、明らかな間違いが多数あり、当初から偽造会文書であることが指摘されていた。しかしながら、一体誰が何の目的で作ったものなのか、またさらに、 文書の出どころや経緯などについてもはっきりしなかった。1953年8月末、香港のある新聞社を通じてそれが伝えられた。そして、9月2日に、その当時の連合法の前身の一つの新聞が、田中城総文はある、台湾人が暴露したものだと、その第一報を報じ、続けて1953年9月7日、12日と、 関連記事が掲載されたことにより、その明様が明らかになった。そして、その当時の国民党の党首編参委員会の主任委員である ZH ・ラカリンがすべての経緯を説明した。サイチタンは1955年9月29日、台湾の台南で病気のため成去した。彼の死後、国民党は盛大でおごそかな追悼会を行い、 そして中華民国総統の紹介席は彼を国家の功労者として表彰した。中原大戦後、短期間ではあるが国民政府の外交部の次長を担当した。連合法は1951年に3社の新聞が合併してできた。ありがとうございます。